渋谷は2008年4月に東京都内で指導したランドアートまたはコミュニティアートの作品である。また渋谷区にある同メンバーが運営を行うシェアハウスも指す。同じくコミュニティをテーマとする沖縄県のナハウスや共同制作空間バラックは石黒広木、手塚隆丸が渋谷を参考に設立した。このコミュニティは 新たな発想を生むコミュニティの設計を課題として活動し、新たな人材を次々と巻き込みながら、所属メンバー、出身アーティスト、外部アーティストが連携を取り、分野の垣根をまたいだ活動を行っている。渋家に住む人々をメンバー、渋谷街の人々をゲストと言い分けている。渋家にはメンバーの中から一人が代表という役割を持っている。代表それぞれによって、 活動や運営の方向性が異なるのが特徴である。入居条件は一週間の体系入居を行ってから、入居可否を判断する以外には設けられておらず、元からアーティスト、クリエイター、パフォーマーを志す者の,のみならず、街で見かけたホームレスや、家で少女などに居場所を与えることもある。その活動は大きく、黎明期、過渡期、新世代の三つの時期に分かれる。 これまで、黎明期及び過渡期においては、東窓、ちゃんもも、あがつま予会、木犠生、小林健太、毒ネカピンク、ゴッドスコーピオン、レイナカニシ、野上勝樹、き、マルキド、大桃などが在籍。この時期においては、マルティーンレコーズと多くの活動を共にし、クラブやライブでの活動が多いのが特徴であった。代表によって、渋谷の説明は異なるが、 渋谷の黎明期からのメンバーであった元代表の山口としくには2019年1月9日のアベマ TV 生放送にて過去を振り返りながらリアル版ミクシーあるいは現代版ときそうと説明している。また以前は関係者により2016年に設立されたアーティストマネジメントイベント開催 コンテンツ制作などを手掛ける事業会社である渋谷株式会社も含まれていたが、渋谷の世代交代や事業規模の拡大に伴い、2018年7月1日に、渋都市株式会社に称号を変更し、運営体制は切り離された。高校を卒業後、引きこもりを経て、予備校の芸術論を単価で受講していた斉藤恵嗣が、2007年12月18日に、 家を借りるランドアートを構想し、同じクラスの受講者を勧誘して結成。初期は単なるシェアハウスとなんだ変わらなかったが、カルチャー集団として模索を続けながら多数のアーティストを輩出し、著名ミュージシャンなどのイベント演出を手掛けるヒューズの活動が指導し、渋谷株式会社を設立して、事業を軌道に乗せ、後に称号を渋都市株式会社に変更するなど、アート、 デザインの双方で着実に実績を積み上げている。現在は在籍した元メンバーを中心とした出身者によるネットワークとしての側面と2017年からの新たな世代によるシェアハウスの運営という側面を合わせ持つ。斎藤恵すぐるのランドアート作品として制作される。設立当時を知らない新メンバーが増加し、商業活動も盛んになっていく。 初期メンバーは企業活動に専念し、シェアハウスは新世代に明け渡された。渋都市株式会社とは2016年に渋家から派生したクリエイティブカンパニーである。東京のカルチャーシーンから登場した新興のクリエイティブカンパニーとして固定観念にとらわれず様々な企画、制作、マネジメントなどを一手に引き受けている。2016年に渋家に集っていた。 個人事業主を中心として法人化され、渋谷株式会社が設立された。その際には、株主が一般に募集され、連続企業家である家入和馬氏も出資者の一人となった。その後の事業規模拡大に伴い、事業内容と組織体制の見直しを行い、2018年7月1日に、渋都市株式会社に称号変更を行い、渋谷とは、 運営体制が切り離された。レーザーや特殊照明、インタラクティブテクノロジーで体験の魅力を演出するクリエイティブカンパニー。企業理念は出会って踊る。マネジメントオフィスとして空間演出ユニットヒューズ、白井、白波をマネジメントしており、ライブ演出も手掛けている。また、過去にはチップチューン音楽家のトリエナが所属していた。PV やライブにおける演出では、 ト腐フビーツ、水曜日のカンパネラ、トリエナ、アイドルグループの CY8ER と関わりが深い。過去にメンバーとして在籍し、7代目代表としても活動していたタレントのチャンモモが合流し、アパレルやコンカフェのプロデュースを行っている。設立当初の2016年から2018年にかけては渋谷の設立初期のメンバーや、 長年信仰のある表現者が集っていた。2011年より2020年にかけて拠点であった渋谷区南平台の一軒家の地下にあるくぬぎと呼ばれる多目的部屋では音楽イベントや映像上映会が開催され、風営法改正に関連してその活動は複数のメディアに取り上げられた。言葉には家が必要である。新批評回駆制サイト。 2020年8月6日閲覧。引っ越し記念。関係者に聞くシェアハウス渋谷の過去。現在、未来がジェット通信。2016年9月21日閲覧。手塚高丸という男。泊まれる山小屋山ベリングラボ。2021年8月21日閲覧。最強シェアハウス渋谷。ホームレスからクリエイターに転身する住人も。アメーバニュース。 アメーバニュース。2021年1月11日閲覧。渋谷プレゼンツ。渋家系文化論2008から2020ライブ。ストリーミングパーティーフォームービングスーンアットスーパー。ドンムネ。200から03から25閲覧。曲がり人たちのプレイグラウンド。永遠に完成しない街渋谷定団。トーマドウィース斎藤恵みすぐる。ナトリトールリ。 www.fuse.dj.2021 年8月21日閲覧。東間の藤白嘘。斉藤恵みすぐる激動の2010年代。カルチャーシーンをたどる。シンラ・ネット。2021年8月21日閲覧。現在のアート2013。キャンプ。2021年8月21日閲覧。アーティスト、小林健太が拡張する。 写真表現時音。時音、カッティングエッジなカルチャーファッション情報。2021年8月21日閲覧。ウェブアクロス読、カイネカピンクさん21歳デザイナー、東京都渋谷区、シェアハウス、渋谷在住1992年5月7日生まれ、大型、173センチメートル、60キログラム。ウェブアクロス、 2021年8月21日、閲覧。10、ゴッドスコーピオン。イベライベラ。2021年8月21日、閲覧。渋谷分離派、藤田直樹インタビュー。バグマガジン。2021年8月21日、閲覧。https、twitter.com マルキドスド、ステータス。 126計630兆6063億2658万3297。ツイッター。2021年8月21日閲覧。渋谷シェアハウスの遊びが大物アーティストの舞台照明に現代版時はそうを目指す渋谷の若手クリエイターたち。ハフポスト。2019年1月13日閲覧。 アイドルやアーティストなど男女約30人が共同生活。渋谷が株式会社設立。2016年9月21日閲覧。渋谷が渋都市株式会社に社名変更ギャルで、ラッパーが社長に就任。kai-iou.net ポップイズヒア。Net, 2018年10月14日閲覧。渋間がボリューム3掲載100年後の渋谷。 斉藤恵すぐるメイドバイ渋谷渋都市。2021年1月11日へ閲覧。ABCD、渋谷とおじさんに都市国のおむね真面目なことしか。2021年1月11日へ閲覧。渋谷とおじさんさん都市国のおむね真面目なことしか。2021年1月12日へ閲覧。アーティスト、作品紹介。 2016年9月21日閲覧。新世代が得。日本のジレーマ2013年11月。新東京論。テレビマンユニオン。TB マンユニオン。2021年3月10日。閲覧。歴代受賞作品。文化庁。メディア芸術祭。ビデオボーマー審査委員会推薦作品。エンターテインメント部門第17回2013年。文化庁。 メディア芸術祭歴代受賞作品。2021年3月10日閲覧。OL キラー、現役 OL カリスマ .com と、台湾音楽ナタリー2016年9月21日閲覧。ユズ、15年ぶり横浜スタジアム、弾き語り公演開催で6万人を動員。2016年9月21日閲覧。アイドルやアーティストなど男女約30人が、 共同生活、渋谷が株式会社設立。2016年1月20日閲覧。渋谷に除夜の金が出現。渋谷が10周年記念イベント、ホームパーティーを開催。2018年5月3日閲覧。南平台町にあるホースハウスから引っ越しすることを発表。2020年3月10日閲覧。引っ越し特設サイト。 2020年3月10日閲覧。渋都市株式会社社長、松島康子バグ、マガジン、バグマガジン、2018年7月20日。2018年10月14日閲覧。現代アート集団、渋谷が株式会社を設立し株主募集、CD ジャーナルニュース。www.cdjournal.com。 2020年5月27日閲覧。ギャルが会社立ち上げに関わるブログ。ギャルが会社立ち上げに関わるブログ。2020年5月27日閲覧。テラスハウスのちゃんももまさかの渋谷7代目代表に就任。dashkai-iou.net。2016年9月21日閲覧。メンバーズ。シブーシティインク。シブ都市株式会社。 シブーシティインク、2018年7月7日、2018年10月15日閲覧。シブホーセシブヤ、https t w i スラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ tomad スラッシュステータススラッシュ326574723167305728。ツイッター、2021年3月10日閲覧。ハウス100シブホーセ、ザコンテナ、 2016年9月21日へ閲覧。渋谷アートフェア東京2013出展のお知らせ。2016年9月21日へ閲覧。ありがとうございます。